も元気です。元気でーす。ということで今日は、はい、もう久々に新婦紹介をしようかなと思います。イエーイ。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。みなさんこんにちは。誰でしょうか。ノアです。はい。かわいい。そうです。今日は、はい、まずこのね帽子 H&M で買いました。なんだっけ、あれだったの、なんかセールの時かなんかで結構お安くなって可愛かったです。で、このお花柄リエハタっていうダンサーさんいるんですけど、その人のクリマで買いました。これお風呂です。だから可愛いでしょ。そう、ツルツルしてる。しかもで、中の白はユニクロです。のあさ、この前、去年ね、聞いて白のシャツをなんかもともと3枚ぐらい持ったのなのに、わかんないけどなんか3枚増えてて、新しく白の T シャツ今6枚ぐらいあるので、今なんかこの、わかる、ちょっと流行ってる、流行ってるから。でもな、あんまりこういうの好きじゃないんだけど流行りに乗ってみた。これビゴーです。なんか大体みんな黒とかさ、ガラモンよ、ガラモンよ。ナは赤紫、そこの君は黒、アサラ。ごめんなさい。以上です。はい、今日の服はまずこのベージュのトレーナーは GU です。昨日買った。で、中のこれは、これなんか後ろはボタンなんですよ、全部。今日は前に来て襟ちょっと出して、ここも袖出してインナーにしてきました。すごい。これはヘザーです。タヘザー。ジーパンは GU です。イヤリングも GU です。今日は GU コーデ、イエーイ。はい、ということで以上です。ということで、今日は久々に私服の紹介をしました。あ、ごめん。私服の紹介をね、させていただきました。なんか可愛いなと思うアイテムありましたら、ぜひ行ってみてください。行ってみてください。はい。ということで、今日はここまでです。ありがとうございました。最後に聞いてありがとうございます。みんなよかったらチャンネル登録と高評価とお願いします。コメントとかお待ちしています。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで次回も見てください。じゃあねー、バイバイ。